はい、フリーライターの今一生です、えー、今日もですね、ジャニーズ問題を深掘りするんですけどとんでもないニュースがちょっと入ってきました、えー、まずね、その記事をちょっと読ませてもらいますはい、えー、フラッシュの3月14日に、えー、出た記事ですねいい加減にしてくれリーボックの社長がストーンズとの契約めぐり旧ジャニーズ事務所に苦言ファンからも上がる不信の声というタイトルです 3月13日、リーボックジャパンの社長、田中雄介氏が、自身のエ X を更新、旧ジャニーズ事務所の新事務所スタートエンターテイメントへの苦言を綴り、反響を呼んでいる。これがすごいんですよ。3月6日には、所属グループストーンズとの年間契約終了を発表していた田中氏だったが、 ね、こ,のこの所属グループというのは、スマイルアップ所属グループですね。えー、だけど、まあ、スタートエンターテインメントに移籍するだろうと言われています、この SixTONES というグループが。で、リーボックの,その年間契約終了を、まあ、田中社長は発表していたわけですよ。で、同時にメンバーのみんなも続けたいと言ってくれた中、継続に向けて話してきましたが、スタートエンターテインメント社の新体制になったからなのか、それってメンバーやファンにとってどうなの 的な話もいろいろ出てきたため、調整に時間を要していますと綴っていた。でこのツイートは、ツイートというか、なんだ、リボックの田中さんのつぶやきでは、現在は削除されています。さらに13日にも X を更新すると、スタートエンターテインメント社へ伝えたい内容として大きく3つの項目を打ち出した。でスタートエンターテインメント社がスマイルアップ社から引き継ぐ権利、 いや資産、各タレントとの契約など、我々は今まで何も聞かされていなく、今後もちゃんと開示する予定はないと聞いています。と指摘し、ちゃんと情報開示してほしいと提言した。当たり前だよね。お金出す側だからね、リーボックジャパンは。情報開示がないってことですよ。また、タレントの意向も聞いて、ファンの気持ちも考えてほしいですと綴り、次の契約内容について話し合ったときに言われた内容は、 タレント自身の意向を反映しているとは思えませんでしたと苦言を呈している。最後には、とにかく対話がしたいですと求め、昨年の騒動の際、東山前社長は私のアポまで取っていただき、ステークホルダーと対話する姿勢を見せていただきました。これ、スタートエンターテイメントの,あの当初の社長は東山さんだったんだけど、降りたんだよね。で、 えー、だが誰が阻止しているのかわかりませんが福田社長は正式就任して早3ヶ月以上経ちましたがどれだけ望んでも対話することが実現できませんと明かしたこのリーボックのね田中社長のポストを見るとポストっていうのはつぶやきだね。 えー、について芸能記者がこういうふうに言ってんの今後の契約に関しては前向きで引き続き協議中であるとも明記されていますリーボック側もタレント本人も契約を継続したい意向ということはスタートエンターテインメント社の対応に田中社長に不信感を抱かせる何らかの不備があったことが推察されますとスタートエンターテインメント社の CEO に福田淳が,が就任してから数ヶ月経ちましたが 会社としてき,きちんと機能しているのか疑問を抱かざるを得ない投稿内容でしたねと。で、この田中社長の投稿で、スタートエンターテインメント社の新体制に不信感を抱いたファンは多かったようだ。SNS ではスタートエンターテインメント社の、えー、福田 CEO への厳しい批判が上がっている。ねえ、もうさあと、リーボックの社長にここまで言わせないでよ、福田さんは、みともないよと。 社長の仕事を何もしてないのが露呈してるし、ファンのこと考えてないのも企業に伝わっちゃってるけど、あんたは社長になって何がしたいのっていうまあ声があったり、まあ、ライブでもリーボックみんな履いてたから、本当再契約してほしい、ちゃんとやってくれよ、福田っていう声もある他にもリーボックの社長がなんかすごく戦ってくれてる気がしてる。 4月から再出発、それまで何も言わないようにしてた、してたけど、福田社長、いい加減にしてくれよ。自分のこと守らなくていいから、タレント仕事を守ってよと。うんと、タレントの仕事を守るためには、スマイルアップがまずあの、動かなきゃいけないんだよ。これはファンの方も理解した方がいいよ。スタートエンターテインメントももちろんだけれど、まずはスマイルアップが、ね、被害者の保証をもっと早くちゃんと進めろと。さあの保補金額の算定基準もちゃんとやれ、ちゃんと、あの、 公開しろと、ね、算定基準ねでもう一つは誹謗中傷対策をきちんとやれそして3番目は再発防止策これがなければジュニアを安心して親御さんは預けられないですよこの3つをちゃんとやってないからスポンサー企業もテレビ局もスマイルアップ所属タレントを使いにくいんですでもちろんその3つの課題は当然スタートエンターテインメントに引き継がれます まあ、形だけ変えても意味なくて、一番大事なのは中身とも語っている田中氏、えーあ、リーボックの社長ね、リーボックジャパンの社長ね、中身が変わらなければ、スタートエンターテインメント社の前途は多難だと。全くその通りだと思う。それで、スタートエンターテインメントの,あの企業サイトを見てみると、まあね、かっこいいこといっぱい書いてありますよ。えー、<laughs> 企業理念の中にさ、ミッションは史上最高のエンターテインメントを作る。 えー、ミッションというのはさ、この仕事をやる目的なんだけど、史上最高のエンターテインメントを作るというのは、僕は何度も言ってるけど、これは手段であって、目的っていうのは、それを通じて、エンタメを通じて、この社会をどうしたいのっていうのが本来の事業目的として語らなければならない。つまり、やっぱ子供を1000人以上傷つけたっていうのがあるから、引き継がれる会社は、子供を守るために史上最高のエンターテインメントを作るとかっていう表現でないとおかしいんですよ。でないと 他の表現も全部抽象的になっちゃいます。例えば、未来のありたい姿、すべての人が笑顔になり、幸福になることを目指しますって言うんだったら、一番今でつらいのは、スマイルアップの、ね、旧ジャニーズ事務所のおかげで、人生を狂わされて、今もう精神病などでもう生きづらいっていうことになっている、ジャニー喜多川の被害者たちだよね、彼らのことを無視して、すべての人が笑顔になりっていうことを言うことは難しいですよ。 しかもこれね、バリューって書いてあって、所属するメンバーの具体的な価値観、行動基準って言うんだけどもさ、フェアネス、まあ、常に公平、ね。2番目、オープンマインド、監修にとらわれることなく変化を恐れないいや、恐れてるでしょ、どう見てもで。3番目、シェア、相違がある、ね、違いがある時こそお互いの意見に耳を傾け、前向きに議論するって、してないじゃん。だから、リーボックジャパンの田中社長に、ね、で福田さん、対話しようよ、対話したいですって言われちゃってるんだよね。 リリススペペククト、ト他者へのリスペクトを決して忘れ,ないで忘れないでいるのはいいけれどもさそれってさ教室はいつもきれいにしようとかっていう小学校のさ張り紙みたいなもので結局やってねえじゃんって突っ込まれちゃいますよ。で5番目はチャレンジなんだよね誰も見たことない,ない高みを目指して挑戦を続けていくって言ってもさタレントがいくら人気が出て儲かろうと一般の人にとってはどうでもいいことですよ。 ね、ファンのために、ね、エンタメやるんじゃないんだよ、社会のためにエンタメってあるんだよっていうふうな理解がないと、結局、スタートエンターテインメントもこけることになりかねないんじゃないかと思います。というのも、やっぱりスマイルアップに対する風当たり、特にストーンズに関して今回、ちょっと言及するけれども、去年9月14日にね、えー、と日経新聞が書いた記事、ソニーグループ、ジャニーズ問題を中止、SixTONES、ね、所属っていう、ね、記事ですよ。 ソニーグループは、ね、去年、えーねあのに、東京都内で環境や人権などの施策を説明するサステナビリティ説明会を開き、故ジャニー北川元社長による、ね、加害があったジャニーズ問題について、状況を注視していきたいと専務が回答した。ソニーグループでは、参加の音楽事業会社、ソニーミュージックエンターテインメント系のレコード会社にジャニーズのタレント、ストーンズが所属している。 説明会でジャニーズ事務所との今後のビジネスについての見解を問われ、ねあの、神戸専務はこういうふうに言ってる、ジャニーズ事務所が発表した被害者への救済や補償、再発防止策が着実に実施されることを期待している、それを注視していきたい、これ裏返せばさ、この今言った被害者救済や補償、再発防止が着実に実施されないんだったら、一緒にできないよって言ってるわけ。 でね、この時点で、えー、去年のだから9月の時点で東京商工リサーチによるとジャニーズ事務所とそのグループ会社13社の取引先企業が226社に上りこのうち1割強に当たる30社が上場企業という所属タレントの広告企業を見直す動きが広がっている取引先が226社になるんだけれどもね こう所属タレントの広告企業を見直す動きが広がってるっていうふうにもう日経に書かれちゃってるわけじゃあストーンズってどんなバンドなんだろうあバンドっていうかどんなタレントたちなんだろう去年9月12日の日刊現代にこういう記事がありますストーンズとスノーマンはジャニー氏のエピソードで笑いを当事者意識のなさに視聴者ドン引きっていう記事です、ね、ジャニーで読んでみるとジャニーズ事務所の創業者ジャニー北川氏は去年87の問題で えー、記者会見を開いた同事務所の社内教育に疑問の声が集まっている、木村拓哉は,はジャニーズ事務所の記者会見が行われたあの同日夜に、インスタグラムを更新し、ショーマスとゴー,ゴーオンと敬礼のポーズをした写真とともに投稿、現在は削除、これは故・ジャニー北川氏がモットーとしてきた言葉として、ファンの間では知られていることから大炎上した。 会見後には所属タレントが次々とメッセージを発信東京のリーダー城島茂はメインパーソナリティを務めるテレビ朝日系情報番組週刊ニュースリーダーに生出演私自身も一タレントとしてどうしていくべきか,どう,かどうあるべきかを考えさせられた会見でしたとコメント、えー、日テレの ZIP でパーソナリティを務める風間俊介は、えー、事務所はまず被害者の方々を第一に考えて行動するべきと話した。 ように中には常識的な感覚を持ったタレントもいるが大半のタレントのコメントがどこか他人事でファンへの思いや自分の今後の決意表明などだった。ね、被害者がいる凶悪,凶悪犯罪のことなのに自分は頑張って大丈夫とか言っちゃってるんだよね。週刊誌記者がこういうふうにコメントしているニュースの小山圭一郎がレギュラー番組で会見前に事務所から各タレントに社名についてのヒアリングがあったと告白していますと。 性害問題を深刻に捉えていたら名前を残すことは当然ありえません。この後に及んで事務所がタレントたちにアンケートを取る余裕があるのが不思議。タレントがどう思うが愛着があるなしの事件の話ではありませんからねと当たり前だよね。 ジャニーズのタレントをめぐっては、えー、フジテレビ系突然ですが、占ってもいいですかに出演したストーンズのメンバー、森本慎太郎が芸能界入りのきっかけとなるエピソードとして、ジャニーさんに会って、言ううちに来いって言われて嫌だって断ってました。あまりにもジャニーさんから電話でと,とラブコールを受けて入所した話などを披露していた。スノーマンのラウールも えーえー、カウントダウンテレビ、えー、のライ,、えー、ラ,イライブライブで、夏休みの思い出ソングを披露するコーナーで、近畿 n k の夏の王様を挙げている、そのエピソードとして、ジャニーズに入賞した当初解雇、ね、セクシーゾーンの佐藤、ね、勝利君のソロコンサートで、夏の王様をやることになって、振付師さんが踊っちゃいないよと言ってくれて、当時得意だったゴリゴリのヒップホップを踊ったんですよ、よくよく聞いてみたら、夏の王様は全然ヒップホップじゃなかったななどと笑いを誘っていた。

を交えてて語る姿に視視聴視聴者はドン引きしてましまた。会社が世間からどう見られているのか、事務所内では当事者意識がないのか、教えてくれる人はいないのかといった意見が相次いでいましたねと。また会見を受けたタレントたちのコメントの多くが被害者に向いたものではなく、ファンへの謝罪や感謝。 自分が頑張っていきますといったメッセージがほとんど、タレントたちが悪いわけではないとはいえ、世間とのズレが今後のイメージに影響しないといいのですが、その感覚は年長組のキムタクの投稿にも表れていますよねと。そういうことなのよ。 SNS の反応だが、おそらくこの人たちは事務所がどういう状況か理解でき,できてなくて、危機感がないんだ。この時期のタイミングでよくこんなエピソード出せるな、なるほど、それで呼び出されてって連想しちゃうじゃん。ね、ジャニー氏の名前を出すことにも、放送したことにも驚愕。 今これだけ世間的に騒がれている事件過去の被害者のきっかけになった社長の行動を平然と話せるまたは事務所もそういうエピソードをメンバーがメディアで話すのをやめたりやめさせたりカットしたりしない勧告例を出さないあたりで罪の意識がない事務所なんだとわかる事件が問題になってから後であっても、えー、ジャニーズのタレントがジャニーさんとのほっこりエピソードを話している場面何度か見てます やっぱり根本的に見直さないとタレントにとってもマイナスだろう。その通りです。タレント教育ができてないんだよ、事務所がね。でね、こういう記事も出てるんだよね。えっ、ー、と、今年あ、ごめんなさい、去年の12月2日の、えー、ピンズバーニュース編集部の記事です。もうね、まあ、2ビートの比較記事なんだけども、その中にね、あのー、ストーンズの話が出てくる。 ジュニア崩壊の危機に加えて、デビュー組で最も流出が懸念されているのがストーンズだと。彼らは今、事務所との交渉が難航している、去年の12月の段階ね、と聞こえています。2024年以降もストーンズは多くの仕事が控えているため、独立せずに新会社とエージェント契約をして、グループ活動を続けると考えられてきましたが、すべてが順調というわけではないようです。ストーンズの24年以降、つまり今年以降の稼働にはまずカレンダーがある。 旧ジャニーズの毎年恒例のファンアイテムには各グループの公式カレンダーがあるが騒動の影響で2024年度の各グループの公式カレンダーは発売しないことが、まあ、あの去年11月15日に公式サイトで明言されているしかしストーンズはファンクラブ会員限定でカレンダーを作ることを会員に伝えているのだとで個人の活動では松村北斗さんが2024年2月9日公開の「 映画「夜明けのすべて」で京本大賀さんが、えー、夏公開予定の映画「言えない秘密」で主演を務めることが発表済みさらに7月クールに、えー、日本テレビの日曜22時30分枠のドラマに、まあ、田中一樹さんの出演が内定しているそうです田中さんは2番手のポジションだというドラマを早撮りで、ね、撮影が始まっているといいますねというふうに去年の12月の段階では言っていた。うん でグループの活動も s トー t o n e s は2024年1月10日にはフォースアルバムザ・バイブスがリリース予定さらに多くのイベントが所属レコード会社のソニーミュージックレーベルズの方で決まっていると報じられているで決まっている仕事から考えても s トー t o n e s は基本的には残留の方向で話を進めているはずですしかし最終調整がついてないのかもしれません話し合いが難航している理由は待遇面だといいますね s t o n e s は2020年1月22日にスノーマンと異例の同日デビュー を果たしライバルのような方針で売り出されていたしかしストーンズはデビューシングルから、えー、11枚目のシングルまでオリコンの、ね、初週売上初週売上の1位を維持し続けているなど間違いなく売れてはいるがどうしてもスノーマンとの差は目立つ、ね。この両グループの最新シングルの初週売上オリコン調べは スノーマンの、ね、9枚目のシングルデンジャーホリック l が86.9万枚に対してストーンズの11枚目のシングル Creak、ね、は47.5万枚、まあ、かなり水をあけられてるねワースト記録を比較してもスノーマンの5枚目のシングルが、えー、シークレットタッチが初週売り上げ73.4万,万枚なのに対してストーンズの8枚目のシングルグッドラック二2人 が万枚と同じワースト記録でもかなりの開きがあるまたキン n g ン r プリンスや藤島ジュリー前社長が推していたなにわ男子の方が事務所にプッシュされていた影響でストーンズは扱いの悪さが指摘され続けていました昨年11月の「週刊文春で」でストーンズは次に危ないジャニーズと今後の対処の可能性を言及されたこともありましたねと。 ストーンズは基本的にグループやメンバーの意見は会社には通らなくて、上から降りてくる方針には従わねばならず、そこに強い不満を感じている、そのためストーンズは事務所に強い不満を抱いている、そう報じられていた、まあ、去年の末の段階でこれですからね。で現在はジュリー氏が失格したし、エージェント契約に変わるから、ストーンズの待遇も改善されるとは思いますが、どうしてもこれまでの待遇の悪さが尾を引いているのではと。給料の面、そして事務所内での扱いの面ですよねと。 6人は残留が基本路線のはずですが、さまざまな面で話し合いが行われているというストーンズの動向が、新会社の立ち上げ遅れに関わっている可能性はありそうですと書かれちゃってます。もっともね、僕、こういうのを読んでると思うのは、やっぱりスマイルアップ側にはねあのジャニ、旧ジャニーズ事務所、ジャニーズ事務所時代からの秘密主義っていうのがいまだにあって。 だから、スマイルアップとエンタスタートエンターテイメントに情報が開示されてないので、スタートエンターテイメントと契約するリ,リーボックジャパンが、どうなってんのよって突っ込まれても、多分福田社長答えられずにいると思う。それは、多分スマイルアップ側がいろんなあ、まあ、謎を残しているままなので、福田さんもイライラしてるんだと僕は思います。外から見て、そのように見えます。では、スマイルアップ、旧ジャニーズ事務所の10個の謎について、 今日はちょっと最後に語っていいこうと思います、ね、1個目東山社長は何で自分の言葉で語ろうとしないんでしょうか今時はね社長自身が経営のトップとしてビジネスの方針を語る記者会見を月に一度あるいは隔月で開催するなどトップのメッセージを明らかにするというのが、まあ、ビジネス常識になっていますねこれはテレビ局やスポンサー企業も同じ、ね、トップメッセージこそがその企業に対する社会 市場、株主、消費者からの信頼を担保しているわけですよ。だって社長が言ってるの一番の上のトップが言ってんだからそうだろうなってみんな思うわけよ。だけど東山社長はやら記者会見をやらない昨年10月に2度目の記者会見をした後、もう5ヶ月経とうとしているのに東山社長は記者会見をやりません。なぜでしょうかというのが1つ2つ目スマイルアップのタレントはなぜジャニー北川事件について語らないんでしょうか。なんで語らないの 1000人以上の子どもが被害者になった人類史上最悪の凶悪犯罪ですよ、これを事務所自体は認めました、なのになぜその事務所とビジネスパートナーとして利益を分け合ってきたタレントたちは、ほとんどジャニー北川事件や被害者などについて語,語っていないんでしょうか。これは事務所が観光料を敷いているのか、それとも本当に自分事件と自分は無関係だと考えて、無関心を装っているのか、本当のところがよくわかりません。 仮に無関係であったとしても自分が努力してファンを増やせば増やすほどその利益の多くは事務所に入るという仕組みはありますよね。その中でタレントは働いてきたんです。ね、事務所に利益を与えてきた以上その利益によって事務所が経済的に豊かになったからこそ社長のジャニー喜多川は子どもたちを傷つける時間の余裕を得たんですよ。 ね、自分の努力が結果的に子供をを傷つけることにつながってしまったことを、ね、ジュニアの、まあ、ジュニア時代ね、自分が子供だったんだったらかる、まあ、理解できなくてもしょうがないです。しかし、すでに20代、30代、そして40代、50代のになっているタレントさんは理解できるはずですよ。自分が頑張れば儲けが生まれ、その多くは事務所に行くんだってことはね、理解できているのに、被害者をいたわる言葉すら一言も言えない事情とは一体何なんでしょうか。ね で3番目、海外でも子どもに対する事件は起こってきました、ね。だけど、懲罰的賠償の制度によって、加害者側の団体は破産に追い込まれるまで困窮するさせられるということがあります。しかし、スマイルアップ旧ジャニーズ事務所は、そもそも自社の総資産がどれだけあるかについて、情報公開をしていません。 そうなると1人の被害者に数百万円の保証金額が妥当なのかいや1800万円というのが妥当なのか算定基準が明確でないために判断できないんですまた子供を傷つけることでジャニー北川やメリーが得た資産がどれほどあるのかねまあ遺産だよね、えー、藤島ジュリー子が管理できている資産がどの程度のものなのかも情報公開されていません芸能事業は保証が終わり次第廃業すると宣言した,したのに なんんでででいつまでも資産を隠ししてるんでしょうか4番目かつて「週刊文春」の編集長とジャニーズ事務所の両者がホテルでタイヤを持つ機会があったそうですがその席に反社の人間がが後からやってきたという報道がありますこれが本当だったらその反社の人間とは誰なんでしょうかそしてジャニーズ事務所にとってどういう人物だったんですかその男にいくらか払ったんですか正々堂々と釈明することがないのはなぜですか えー、5番目、昨年2023年の記者会見でジャニー北川が子供たちを傷つけてきたことは事実だと事務所として認めました。それならジャニー北川がいない今、ね、ジャニー北川の犯罪に手を貸した共犯者を警察に突き出すことがないのはなぜですか犯罪の事実は認めておきながら共犯者がいないと考えるのは無理筋です。先輩タレントがスターになりたいならジャニーさんに抱かれてこいよと言ったりね。 行、ね、って、まあ、ジャニー来たか川と密室に二人きりにさせてしまったり、ね、ジュニアの、ね、担当マネージャーの社員がスターになるんだから我慢してねと合宿所へ車で送りつけるなどの行為は、ね、共犯そのものです。 ね、ジャニーズ問題とはジャニー喜多川個人の問題にとどまらず先輩タレントや一部の社員も加害者だったことは再発防止特別チームの調査報告にも書かれています。それを踏まえればスマイルアップ自身が警察に共犯者を差し出し捜査を依頼するのが本来の再発防止策ではありませんかななぜそれをしないんですか 東山社長も加害者の疑惑が報じられましたが東山社長自身が記者会見で否定していたので警察に届くでも困らないはずですよね。なんで警察に捜査を依頼しないんですか ?6 番目、えー、東山社長になった後でも藤島樹里恵子さんや白橋さんなどが黒幕として暗躍してるんじゃないかという疑いは晴れないです。もしその2人がすでに一切関係ないまま経営しているんだったらなぜその証拠をプレスリリースで公表しないんですか 7番目、スマイルアップ所属のタレントが大量に移籍するはずのスタートエンターテインメントに対して、スマイルアップはどんな条件をつけてるんですか例えばか例えば i k i d s の名前を使えるようにするとか、これまでの楽曲の著作権をどうするのかなど、ファンが不安を感じることばかりで、ファンではない一般市民としても、情報不足で憶測記事を増やしてしまうのは、やっぱりおかしいと感じます。 凶悪犯罪の加害者としての自覚があるんだったら事務所が海を全部出しておかないと人前に出てね,ねあの活躍するタレントに対しても不信感や戸惑いを与えることになりませんか ?8 番目タレントとのマネジメント契約は事務所とタレントとの合意によって解除できますがスマイルアップの場合スマイルアップ自身が認めた犯罪の影響でタレントの仕事が奪われています。 この状況であれば本来ならタレント側がスマイルアップに損害賠償を請求してもいいはずです。しかしそのことを契約時にジュニアの親やタレントに伝えていたでしょうか現時点では今すぐ契約を解除して対処したいタレントに対しては契約期間を過ぎる場合スマイルアップが引き止める権限はないはずです。ね、えだって仕事を奪っ,た奪ってしまってるんだからスマイルアップの方が。 利益を毀損してしまってるんだからさマネジメントサイドの方がそれでもタレントを懐柔しスタートエンターテインメントへの移籍を進めているんでしょうかスタートエンターテインメントにはジュニアも移籍するそうですが再発防止策が公表されていませんジュニアの親に対して保護者会を開催し再発防止策のない、ね、移籍先で働かせる件について説明することはないんでしょうか9番目ジュニアの子供たちは芸能以外の仕事を知らないまま そしてな、ね、多くは大学への進学もできないままタレントを辞めることがありますがその後のセカンドキャリアについてスマイルアップはどのように、ね、責任を取って支援してきたんでしょうかそして最後10番目そもそも保証専門会社になると記者会見で明言したのに能登の,の被災地に何度も足を運んだのはなぜですか 東山社長自身が被害者の救済に全力を尽くすと言ったのに被,害者被災者支援に社長自身が会社の業務の一環として足を運ぶのはおかしいと思いませんかまあ他にもいろんな謎がありますまあねだけどまあ今10個だけ謎をねあの問いかけ謎をちょっと指摘してみましたもうねいくらでもあるのよ他にもザクザクと秘密がありすぎるんだ で秘密がありすぎるような会社っていうのは、いずれ何らかの形で、まあ、潰れます。まあ、ミートホープ事件しかりね、自民党の派閥しかりですよ。秘密が多ければ多いほど、社会的な信頼を失っていくからです。でそしたら、結果的に割を食うのはタレントですよねあの、今回の場合は。だからファンの皆さんは、もう何言っても、あの事務所はね、どうしようもないんだと思ってるかもしれない。 だとしたら、個人事務所にとして自分たちで、えー、エージェントを見つけるなり、マネジメントを見つけるなりして、早く退処して、えー、自分たちのやりたいことを、その推しのタレント自身が決めて動いていくっていうあの、それでいいですよと、だからいつ退社してもいいですよっていう応援をした方がいいですよ。このままスマイルアップに残り続けるといいこと一つもありませんって僕は思います。皆さんはどののよううににお考えででしょうか。ぜひこのコメント欄に書いていいてたただけるとありがたいです。 またね、どうも、ね、その広告の CM 出演契約でお金を出す側のリーボック・ジャパンが不信感をスタート・エンターテインメント、そしてその向こうにあるスマイルアップに対して抱いてるってことは、やっぱり何らかの不信感っていうのを、ね、秘密主義によってスマイルアップは作ってしまっていると僕は思うので、ね、やっぱりこういうこと、つまり、えー、芸能タレント事務所としての、芸能マネジメント事務所としての、 社会的信頼がもうすでにスマイルアップにはないんだと思いますけど、そういうね、ご意見もぜひチャット欄に書いてほしいので、まあ、チャットに参加したい方はですね、あのこの左下にあるあの僕の写真をクリックして、えー、チャンネル登録をお早めにお済ませください。それと毎週金曜日夜9時からあの生配信もしておりますので、ぜひあの見てください。ね、あと、まあ、下にね、共有ボタンっていうのがあると思います。共有とクリックして、この動画をぜひ Facebook や X、 えー、などで拡散していただけると助かりますあとメンバーシップセもやってるのでもっと深い話を聞きたいよっていう方はぜひそっちの方にも、あのー、参加して応援してくれればありがたいです。もう本当に毎日ね短くてもちゃんとみんなに少しずつ一人ずつでもあのジャニーズ問題を風化させないようにねしたいのでぜひ拡散の方をお願いいたします。ということでまた見てくださいね。おいじゃ